Hey everyone、 皆さんお元気ですか？というわけで、今日はよくジムで見かける筋トレ上級者がなんかたまにやっているこの大胸筋の内側に、効かしたいんであろうなという種目を、僕もですねやってみたいと思います。で、よく都市伝説で昔はよく筋肉の、胸の内側につけることはできるみたいなことを言う人は結構いてですね、ね、この収縮種目をこうやり込めばこう内側にも、刺激が届いて内側が発達するなんてなんか言われてたんですけど、最近の考えではやっぱり大胸筋全部でかければ結局全部でかいと、どこから発達していくかっていうと外側から発達していくんで、まあまず内側に効かせる、内側だけに特化して発達させるっていうのは、まあ、厳しいとは思うんですけれども、ですね、まあちょっとやってみなければわからないというわけでやってみようと思います。こうね、こういうやつですね。ああ、なるほどね。皆さん、分かったことは一つある。意外と効く、意外と効きます。まあ、大胸筋内側を発達させることは、まあ、まず無理だと思うんですけど、まあ、収縮種目として、例えばケーブルとかペックフライがないけれども収縮をかけたいっていうことであれば、まあ、そこまで悪くない種目なのかなとは思いました。ただですね、フリーウェイトしかないからといって、僕的にはもう一個いい収縮種目があるんで、ちょっとそちらもね紹介していこうと思います。そうやっていきます。結構かダンベルは軽めにした方がいいと思う。で、まあ、ワンハンドフライやるんですけど、ちょっとむずいんだよね。これが昔やってたんですけど、こうこれを片手でちょっとベンチをこうね、体を支えていただいて、でストレッチはほぼかかんないから、ほんと収縮に特化したやり方です。OK、 こんな感じで、結局いずれも、この胸ピクぐらいはできる、なんていうの、神経伝達が、できてないとちょっと効かすのは難しいかな、両方ともね、はい、と思います。だそのいうそれぐらいのレベルの人でも、なんだろう、なんだろう、それぐらいのレベルの人でもこう収縮種目をかけたいということであれば、ジムに行ってもらってケーブルとかでこうケーブルクロスオーバーとかベックフライとか、の方が、まあ、効かせやすいんでね、の方が、まあ、いいんじゃないかなって、あるものは有効活用していただいた方がいいかなと。無理して別にフリーウェイトでやる必要もないのかなと思ったりするんですけど、まあ、家にダンベルしかない方は、まあ、バリエーションの一つとしてやってみるのも、まあ、ありかもしれないですね。で、こういう収縮種目っていうのはもう、まあ、分かってると思うんですけど、まあ、4種目目とか5種目目とか、種目の最後ら辺に持ってきて、まあ、最後の種目、最後の締めとしてやると思います。いや、しかし今日は本当、小池都知事より、真面目な動画だったな。じゃあ終わると思います。Welcome, sugar soul, thank you for watching again.ライティング悪い。